2016年3月北海道新幹線も開業し、ますます注目を集める北海道。中でも釧路地域は春夏秋冬、その魅力が集結しており、広い北海道をコンパクトに楽しむことができます。北海道の東部、太平洋側に位置する釧路地域、一市六町一村で構成されており、東西132km、南北100km、その面積は茨城県に匹敵します。また北海道を他の地域に重ねてみると、札幌釧路間は東京福井間とほぼ同じ、大阪からだと広島を越えています。 JR の特急でおよそ4時間、車で高速道路を利用してもおよそ4時間30分と、その広大さがお分かりいただけたでしょうか。空の玄関口釧路空港へは羽田空港から1時間30分、1日12便が運航しており、観光ビジネスの利用に大変便利です。北海道をコンパクトに楽しみたい、それを叶えてくれるのが釧路地域8市町村です。それでは産業、自然、文化、グルメ、その魅力をご紹介します。釧路地域は2つの国立公園を中心に、豊かな自然に恵まれた観光資源が豊富な地域です。釧路湿原です。東西25km、南北36km、総面積は22,070ヘクタール、東京ドーム4696個分の国内最大の湿原です。明治時代には絶滅したと思われていた特別天然記念物のタンチョウは保護活動の成果もあり、現在は1000羽を超えるまで回復しています。給餌が行われる冬季には全国から多くのタンチョウファンが訪れます。他にも花の湿原と呼ばれる霧タップ湿原では、毎年7月になるとオレンジ色のエゾカンゾウが、原生花園あやめが原では30万株のヒヨウギあやめなど多様な花々が鑑賞できます。またかつての硫黄採掘場硫黄山では、独特な景観と匂い、そして低地に生えた高山植物エゾイソツツジが見られます。内陸には3つのカルデラ湖、屈斜路湖、阿寒湖、そして摩周湖があります。この日本最大のカルデラ地形、火山、森、湖が織りなす広大な景観は全国的にも貴重で、国立公園にも指定されています。摩周湖は霧の摩周湖という歌があるほど霧が多く発生する湖ですが、晴れた日に見られる湖面の青は摩周ブルーと呼ばれ、霧の美しさとは違った神秘的な姿を見せてくれます。活火山のあるこの地域は優れた泉質の温泉も多数あります。強酸性という珍しい泉質の川湯温泉は、古くから湯治場として親しまれてきた名湯です。温泉街には無料の足湯もあります。阿寒湖温泉は道東観光の拠点として多くの宿泊施設が並ぶほか、アイヌの集落アイヌコタンの街歩きやアイヌ古式舞踊が見られるシアターもあり、アイヌ民族の文化を学ぶことができます。他にも豊かな自然を背景に、釧路湿原でのカヌーツアー、
乗馬、自然散策など体験観光のメニューも多く、道内外をはじめ海外からも数多くの観光客が訪れています。釧路地域は国内有数の水揚げ量を誇る漁業、酪農を主力とする豊かな農業生産など日本の食料基地としての役割を担っており、木材加工を中心とする林産業と合わせ東北海道における経済・文化の中心的な役割を果たしています。釧路地域の沖合は寒流と暖流が交わる豊かな漁場であり、サンマやサケ、サバ、シシャモ、タコ、カニなど多くの水産物が水揚げされます。厚岸町のカキやおでんや昆布巻きに利用される長昆布が取れるほか、栽培養殖漁業も盛んであり、釧路地域の水産物は全国各地へ出荷されています。農業は恵まれた装置基盤を生かした酪農が中心です。10万頭を超える乳牛が飼育されている全国有数の酪農地帯であり、生産された生乳は船で毎日関東方面へ運ばれています。また最近では肉牛の生産も盛んです。林産業は地元で育てた木を地元で加工・消費する地域内循環が進められています。製材、集成材、合板、チップ工場などが創業しており、建築、農業、水産、土木分野などでの木材利用が図られています。一方、釧路市では国内唯一の校内堀炭鉱が今も石炭を生産しています。海底まで伸びる坑道で採掘される石炭は火力発電の燃料として利用されています。またアジアの産炭国へ優れた保安・生産技術の技術移転を積極的に進めています。霧で包まれた沼佐前橋が幻想的な雰囲気の釧路は炉端焼き発祥の地とも言われています。油の乗った取れたての魚介類を目の前の囲炉裏端で焼き上げる香ばしさ、そして味はまさに格別。観光・出張の際はぜひ地元の旬を地酒のふくつかさとともにお楽しみください。生乳を使ったさまざまな加工品も注目を集めています。鶴居村に工房を持つナチュラルチーズ鶴居はオールジャパンナチュラルチーズコンテストに何度も入賞。浜中町周辺の生乳はハーゲンダッツアイスクリームの原料に供給されるなど、その品質の高さがうかがえます。一方、肉牛は標茶町のブランド牛星空の黒牛が注目を集めています。上質な肉質で知られる黒毛和種と体が大きく育つホルスタイン種を掛け合わせたもので、ジューシーな赤身と旨味のある脂身が特徴です。いかがでしたか？自然と街の魅力がコンパクトに融合した釧路地域、これからますます注目が集まる北海道へは、ぜひ釧路地域へお越しください。